おはよう。撮ってるよね。うん、知っております。だいぶ前から仕掛けられておりました。早く起きすぎた。飯食ってからじゃないと体が動かん。待たれるの？ないぞ。もうご飯来るよ。うわ、何分で？まあ7時半。返事10分間何するのよ、じゃあ。ラジオ体操。やだ。ご飯食べないと体も動かない。朝風呂。朝風呂。パーサボロ行く？いいよ。じゃあ起きよう。パーサボロ行ってきます。パーサボロ行ってきます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。まだ朝ごはん食べてないの。出たらもう朝ごはんだよ。もう下に行けば。うん。上がるか。なんか鳴ってんね。これ。タカ坊の目覚ましだね。
ごちそうさまでした。はい、すいません。失礼いたしました。ごちそうさまでした。
交流大会プログラムのね、あれです言葉が詰まった。今日は俳句交流大会プログラムで狂言をします。で今から舞台を見に行きます。よいしょ。おはようございます。すごいですね、時間通りで映っていた。こっちが通過します。雨もし降ったら濡れちゃうんで傘用意してあるんで、それ差しながら移動します。はい、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。本番の時は全部この辺のものを片付けて目が来た後に入れるようにしますね。はい、形で今上げても大丈夫ですか？お願いします。緊張するか？いや、多分人入ったら緊張する。最初のお話だけちょっとマイク使って、はい、まあ本当一言二言で、で引いてきてマイクをお渡ししますので、はいはい、たら始めます。はい、はい、じゃあそのように、はい、お願いいたします。お願いします。ありがとうございました。